先生の遺書92。私が家へ入ると間もなく車の音が聞こえました。今のようにゴム輪のない自分でしたから、ガラガラいう嫌な響きがかなりの距離でも耳に立つのです。車はやがて門前で止まりました。私が夕飯に呼び出されたのはそれから30分ばかり経った後のことでしたが、まだ奥さんとお嬢さんの晴れ着が脱ぎ捨てられたまま次の部屋を乱雑に彩っていました。二人は遅くなると私たちにすまないというので飯の支度に間に合うように急いで帰ってきたのだそうです。しかし奥さんの親切は K と私とにとってほとんど向こうも同じことでした。私は食卓に座りながら言葉を惜しがる人のようにそっけない挨拶ばかりしていました。 K は私よりもなお加減でした。たまに親子連れで外出した女二人の気分がまだ平勢よりは優れて晴れやかだったので我々の態度はなおのこと目につきます。奥さんは私にどうかしたのかと聞きました。私は少し心持ちが悪いと答えました。実際私は心持ちが悪かったのです。すると今度はお嬢さんが K に同じ問いをかけました。 K は私のように心持ちが悪いとは答えません。ただ口が聞きたくないからだと言いました。お嬢さんはなぜ口が聞きたくないのかと追求しました。私はその時ふと重たいまぶたを上げて K の顔を見ました。私には K が何と答えるだろうかという好奇心があったのです。 K の唇は例のように少し震えていました。それが知らない人から見るとまるで返事に迷っているとしか思われないのです。お嬢さんは笑いながらまた何か難しいことを考えているのだろうと言いました。 K の顔は心持ち薄赤くなりました。その晩私はいつもより早く床へ入りました。私が食事の時気分が悪いと言ったのを気にして奥さんは10時ごろそば湯を持ってきてくれました。しかし私の部屋はもう真っ暗でした。奥さんはおやおやと言って仕切りの襖を細めに開けました。ランプの光が K の机から斜めにぼんやりと私の部屋に差し込みました。 K はまだ起きていたものと見えます。奥さんは枕元に座って大方風邪をひいたのだろうから体を温めるがいいと言って湯飲みを顔のそばへ突きつけるのです。私はやむを得ずドロドロしたそば湯を奥さんの見ている前で飲みました。私は遅くなるまで暗い中で考えていました。無論一つ問題をぐるぐる回転させるだけで他に何の効力もなかったのです。私は突然 K が
今隣の部屋で何をしているだろうと思い出しました。私は半ば無意識に、おいと声をかけました。すると向こうでも、おいと返事をしました。 K もまだ起きていたのです。私はまだ寝ないのかと襖越しに聞きました。もう寝るという簡単な挨拶がありました。何をしているのだと私は重ねて問いました。今度は K の答えがありません。その代わり5、6分経ったと思う頃に、押し入れをガラリと開けて床を述べる音が手に取るように聞こえました。私はもう何時かとまた尋ねました。 K は1時20分だと答えました。やがてランプをふっと吹き消す音がして、うち中が真っ暗なうちにしんと静まりました。しかし私の目はその暗い中でいよいよ冴えてくるばかりです。私はまた半ば無意識な状態で、おいと K に声をかけました。 K も以前と同じような調子で、おいと答えました。私は今朝彼から聞いたことについてもっと詳しい話をしたいが、彼の都合はどうだととうとうこっちから切り出しました。私は無論襖越しにそんな談話を交換する気はなかったのですが、K の返答だけは即座に得られることと考えたのです。ところが K はさっきから二度おいと呼ばれて、二度おいと答えたような素直な調子で今度は応じません。そうだなぁと低い声で渋っています。私はまたハッと思わせられました。